浜原ダムは、島根県大地郡三里町、一級河川、豪野川水系豪の川に建設されたダム。高さ19メートルの重力式、コンクリートダムで、中国電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、民塚発電所に送水し、最大2万5000キロワットの電力を発生する。1951年、日本の電気事業は、国営の日本発送電及び、 配電会社の解体に伴い、9つの民間電力会社に託された。この中で中国地方を営業エリアとしているのが中国電力である。同社は発足後間もなく、電源拡充後可燃計画を打ち出し、電源開発の推進を急務としていた。1951年11月、数ある開発予定地点の中で最初に着手されたのが民塚発電所である。 これは中国地方最大の大河といわれる、豪ノ川本流の下流部に浜原ダムを建設し、これに蓄えた水を取り入れるもので、その建設にあたっては、建設機械を投入することで、作業の効率化を図った。工事は1953年11月に完成し、民塚発電所が運転を開始した。JR 山高線、浜原駅から豪ノ川に沿って上流に進むと、 浜原ダムに至る、十二門もの水門が川を横切るように整列しており、百九十六メートル、ダムの包み町長十一点四メートルのうち実に半分以上が放流のための洪水廃棄となっている。浜原ダムは、河の川の全流域面積三千八百七十平方キロメートルのうち四分の三を超える三千平方キロメートルから収水しているとあって、 洪水時に押し寄せる膨大な量の水を安全に流化させる必要がある。浜原ダムでは1万立方メートル毎秒の洪水を想定して設計されているため、このような形を成している。浜原ダムから上流は島根県によって江川水系県立自然公園に指定されており、上流へと細長く伸びるダム湖は釣りの名所にもなっている。当地で有名な漁法が鮎の日ぶり漁である。 火を灯したボートの上から水面を竿で打って漁網へと、魚を追い込むというもので、古くは大正時代末期に始まり、浜原ダムの建設で一時的に衰退を見せたものの、現在では復活を果たし夏の観光名所である。浜原ダムから砂岩の山を隔てて、向こう、JR 名塚駅近くに民塚発電所がある。浜原ダムに蓄えた水を、砂岩の取水口から取り入れ、 ゴーノカーの屈曲部をトンネルでバイパスする形で発電所に送水している。このトンネルは内径6.6メートルもあり、さらに終端のサージタンクの広さは700平方メートルもある。民塚発電所の最大使用水量110リッター、片メートル毎秒を満足に通水させるためとはいえ、建設時には膨大な量の土砂の掘削を必要とした。 民塚発電所の最大出力は2万5 0 0 0ットであり、これは完成当時において、河野川水系の水力発電所としては最大であった。中国電力は1956年に浜原ダムの上流 JR 牛尾駅付近に使用発電所を完成させている。これは、島根県伊守郡伊南町を流れる神戸川に、来島ダムを建設し、 蓄えた水を使用発電所を通じて浜原ダムに供給し始めた。こうした運水嶺をまたいでの水の補給により、民塚発電所における発生電力量の増大に貢献している。さらに1974年には、河野川上流にジダムが完成し、河野川から大田川への流域変更によって最大3万6六千キロワットを発生する。 壁発電所が1975年に運転を開始した。ありがとうございます。